スワッシュザナー彼氏ってます。三四風に言ってましたけど、今日はね、あのね、水先案内人っていう皆さん仕事があるのご存知ですか。これね、この前水先人のカルテル、疑惑ということでね、小躍りが入ったという記事がありましてね、あ、そんな仕事があるんやと思ったんですけどね、水先案内人、これ読ませてもらいますね。船舶が行き交う港湾内や海峡など難所での安全確保のため船舶に乗り込み船長に助言などを行う仕事らしいんですね。1949年に施行された水先法で定められた国家資格がいりまして、正式名称は水先人。水先人って覚えてるのかな、これ。僕ちょっともしかして水に咲くね、先生の船に、ね、案内人って書くんですけど、水先人、船長や航海士の一定期間の経験が必要だと。で、料金は例えば東京湾で大型タンカーに3時間乗った場合50万円程度、自分が活動する地域の水先人会の入会費につけられているそうなんですけども、まあ、非常にその危ないところとかの道を通るときは水先案内人っていうのを入れないといけない。ただそこの時高いということなんですね。まあ、そういうふうな仕事があること自体は私とこの40になって初めて知りましたけどね、水先案内人というお仕事の、ご紹介でした。どうもありがとうございました。ぼよよ。